UFO テーブル UFO タブルシネマ UFO タブルシネマは徳島県徳島市の東新町商店街にある映画館である。運営は徳島にスタジオを構えるアニメ制作会社 UFO タブルが行っている。徳島をアニメ文化発信の拠点にしようと2012年3月18日にマクドナルド徳島店跡地にアニメ専門の映画館としてオープン。設計は 中野次郎建築デザイン事務所、志向は姫の組が行った。オープンに伴って、それまで、ポッポ街商店街にあったアニメート徳島店が、本館地下1階に移転した。オープンには、徳島県知事の飯泉義美門と声優の野戸まみ子が、ゲスト出演した。またアニメ進行を図る文化庁が始めた、プロジェクトアニメ未来の4作品を先行上映した。映画館は、 徳島市内にスタジオを置くアニメ制作会社ユフォタブルが運営する。制作プロダクションが映画館の運営を行うのは日本初である。徳島市出身で代表の近藤光が主活性化に貢献しようと計画した。アニメ専門の映画館ではあるが、アニメ映画以外の映画作品も上演されている。また、3階には街遊びを運営する。 NPO 法人町遊びの事務所があり、映画館自体も町遊び開催時には、イベント施設として利用される。徳島市内の映画館は2003年に、徳島東映、2005年に、徳島東宝、2006年に徳島ホール、2009年、2017年4月27日に4シネマ、徳島がオープンするまでは、徳島市内唯一の常設映画館であった。 アニメ映画館東新町にオープン。徳島新聞社。http://www.topics.or.jp:/localnews:/news:/2012/03/2012332 億12006万7284。html2014 年4月18日閲覧。 県庁所在地に、待望の映画館オープン、u ブルシネマ工事完成写真レビュー。ギガジネ、2014年4月18日閲覧。第1回文化と場所の融合から、街遊びの場合、今日東新町に、映画館。読売新聞。httpww. 読売。cojp.e-japan. 徳島ニュース。 2012万317イト 8T00870HTM2014 年4月18日閲覧。常設映画館、徳島の商店街に復活アニメファンら、殺到、徳島。毎日新聞、http 毎日 .jp、エンタ。同じく県庁所在地の奈良県奈良市も、シネマデプトとも楽が存在したが、2010年1月31日で、 閉館した。ありがとうございます。